はい、じゃあ眉の方やっていきますね。眉の、これが一番基本になる。お顔の黒目の上っていうのも山っていうふうにも考えています。眉山、眉山で、この眉山っていうのはお顔でいうと眉山、黒目、ずっとストンと下ろすとお顔がここにあるとすると、この部分を側面と言います。まあちょっと覚えておいてください、側面。そうすると顔が立体的になるのを意識できます。まず一番最初に山決めます。山からこの目のカーブに対して一本曲がる。長さどこまで行くかっていうときに、小鼻の、この口角の延長上、この目尻と。で、今度は眉山から今度眉頭に向かって、ここがポイントです。口角が。眉頭はどこかっていうと、標準は小鼻の延長か目頭の延長か、ここですよね。まず、ちょっとこれでイメージできません？ちょっと太くして。こう入れていきます。どうですか？だからここだけ細いですよね。これをこの下のラインもつなげたらどうなります？柔らかくなりませんか？なりますよね。こういってこういってこういってで、これを先ほど言ったストレートにするかラウンドっていう丸めにする場合はこの上を丸く取ります。丸くなったで、プロはここら辺の印象を変えるときにここを丸くするか、ここを逆にストーンと落として山を作ってこうするか、これだけで印象変わるでしょ。で、ここが長くすると印象がこう変わるんですよ。ここが眉頭の中に入れると顔がもっと立ち上がるんですよ、っていうこのバランスがあるんですよ、眉って。で、高さも違うねってあるわけでね。高さ上が高い、こっちが高いって見てる。で、こういう時はこの部分もどう調整するかというと、こっち側がもし高かったら低めから描くんです。こっち低めから描く、こっち高めから描く。で、こうして左右のバランスを取っていく。で、これができるようにするためのレッスンがこれなんですよ。高だか上描きとか言わんとですね、ほんま真剣にやってみてください。そうすると、はい、